族の絆は一緒に過ごした楽しい思い出によって作られていくものだから、自分が積み上げてきた家族との思い出が記憶のない私を苦しめます。ママ。でもそんな私に二人が教えてくれました。新しい思い出をこれから三人で作っていけばいいんだということ。病気が治るの？だってママすごく元気だよ。そうだな、きっと愛かぶせはみんなが元気で楽しく暮らせる星なんだよ。こっちに戻ってきちゃって大丈夫なのかな。大丈夫だよ、パパとユージで守ってあげよう。うん、僕ママを守る。うん、ママのお手伝いをして心配かけないようにしてさ。うん、心配かけない、約束する。よし、男同士助け合って頑張ろうな。うん、男と男の約束だね。うん、そうだ。このうちの男の人は一緒にトイレ使うんですか？いや、私には二人の家族がいます。まだちょっとかかるので待っててもらっていいですか？あ、うん。あ、ユージ君、お手伝いお願いできますか？うん。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブ・ユア・ドリームズ・トヨタ、携帯は生活のあらゆるシーンへ、ドコモグループ、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今日から新しいお友達が増えました。名前は岡崎ひろしくんです。みんな仲良くしてね。あれ、これ間違ってるよ。ここは1組、3組じゃないよ。前の学校なんでしょ。お母さんに直してもらったら。ひろしくんね、お母さんと離れて暮らしてるの。そうだ、ひろしくんにもキングトーボやってもらおうか。え？生き物好きだって言ってたし、ゆうじくん、いろいろ教えてあげてくれる？うん、いいよ。ただいま。おかえりなさい。そこじゃないよ。だね、違った。あ、パンダ。なんでこんなとこに？あ、お金だ。本当だ、パパのかな。でもここママの引き出しだよ、きっとママの。へそくり。へそくりって何？うん、内緒で隠しておくお金のこと。そうなの？一回隠しちゃおうか、パパには内緒で。うん。ただいま。あ、おかえりなさい。何してるの？あの、タオルって
しまうとこどこですか？洗面所だけど。あのバスケットですよね。うん、そっかそっか。できます。もうそろそろ寝る？うん。ねえ、僕が寝るまで絵本読んで。わかった。ちょっと待ってて。うん。今日はどのお話にするのかな？あれの歯医者さん？おにぎり。それ、たっくんの本だよ。よく読んでるの。好きなんですか？ああ。うん。ねえ、何の話だっけ？え？ああ、メロスがひたすら一生懸命走る話。何それ？あのね、あるところにメロスっていう人がいて、悪い王様に殺されそうになっちゃうの。でもメロスには大事な用事があって、3日間だけ待ってくださいってお願いするんだけど、逃げるつもりだろうって許してもらえないの。そしたらメロスの友達がね、僕が代わりになりますって言ってくれたの。もしメロスが戻ってこなかったら僕が殺されます。嘘。それだけ友達はメロスのことを信じてたのね。メロスは絶対戻ってくるって。ママ、記憶ないのによくわかったね。本当だ。自分でもびっくり。あれ？メロスは間に合うの？うん、間に合うよ。絶対に帰ってくるって約束したからね。たっくんと僕みたいに男と男の約束？そうだな。何の話ですか？え？内緒。内緒？なんで？内緒だよね。内緒さあ、今日は何読んでもらうんだ？あ、そうだそうだ、どれにする？なんとか天使と星占い。ごめん。いや、私こそなんだか。ごめん。おやすみ。私思い出せなくて、あなたへの気持ち結婚するぐらい大好きだったはずなのに。ごめんなさい。仕方ないよ。おやすみ。
太ってるのがマリア、そしてこの太ってて黒いのがボブ、この細長いのがウェンディ。ふーん、水汚くなっちゃったね。水変えようか。バケツ持ってくるからちょっと待ってて。うん。ちゃんと暮らすことにしたの。今でもまだ信じられないんですけど、今日こそ起きたらいなくなってるんじゃないかって思ったりもして。うん。でもミオは僕らの前にいるんです。うん。何があってもミオはミオで、僕ら三人は家族で、だから一緒にいたい。先のことはわからないんですけど。どうぞ、とっておきのメロン味。いただきます。いいと思うな、たくみくんがそう思えたんなら。それじゃあ私も覚悟を決めとかなきゃね。もう一度あなたたちのラブラブぶりを見せつけられるわけだ。それは大丈夫です。どうして？ミオが今までの記憶を全てなくしたって話はしましたよね。うん。だから僕を好きだった気持ちも忘れてるんです。でもそれはいいんです。ミオがユージの母親でいてくれれば。それで娘、それならさ、もう一度好きになってもらえばいいじゃない。こんな僕を彼女が好きでいたなんて、もともと奇跡みたいなもんですから。こんな僕って？彼女に嫌われたくないんです。僕は仕事もちゃんとできないし、走ったり泳いだりすることも、ユージを映画に連れて行くこともできない。こんな人間私、あなたのこと好きだけどな。この梅雨の間、美和とユージにはできるだけ幸せに過ごしてもらいたい。どうすればいいのか分かんないんですけど、あるしかないと思って。
ゆうじくんのお母さん。 傘は？いや急に降り出しましたもんね。あ、傘ありますか？あ、ね、大丈夫です。大丈夫。いやすぐ返してもらえればいいから。どうぞ。すいません、タオルをお借りした上にごちそうになっちゃって。いいえ、こちらこそ。なんだか引き止めちゃって。飲んでみてよ、俺の新作ハーブティー、オリジナルブレンド、自信作。もうそんなに言ったら美味しくないって言えないでしょ。本当に美味しいです。ほら見なさいよ、ちょっと日本茶っぽいでしょ。だいたい俺はね、常々ケーキに一番合うのは日本茶だと思ってんの。ケーキの甘さとね、日本茶の渋み、その渋みとターニックの中の。またうんちく？ごめんなさいね、この人うんちくばっかり言ってんのよ。ちょっと亭主の扱い軽くない？はいはい。仲いいですね。ちょっとやめてくださいよ、気持ち悪い。おたくこそ仲いいんでしょ、まだ若いんだし。まだ分からないことが多くて。夫婦なんてのね、一緒にいると好きも嫌いもなくなっちゃいますよ。あ、いやでも分かりますよ。飲んでください、冷めますよ。あ、いただきます。あいおくん、何日か前中央図書館からの本の取り寄せ頼まれたでしょ。まだ手配してない？忘れてたってことか。申し訳ありません。お客様、ただいまその本は他の図書館に貸し出し中とのことで、2週間ほど先ならお取り寄せできるんですけど。冗談じゃない、重要な取引先に頼まれた本なんだよ。だからわざわざなるべく早くと念をしたんだ。すいません。申し訳ありません。大丈夫、マリアたちも何ともなかったし、帰ろう。先生お腹空きすぎてマリアたち食べちゃいそう。冗談だよ先生。ん？やな。え？本当にすいませんでした。もっと責任を持ってやってもらわないと困るよ。すいません。タオくん、もう帰れる？あ、ごめん、今日はちょっと遅くなる。そんなの。あいおくん、図書館のリスト見つかったよ。あ、今行きます。じゃあな。タオくん、ごめん。気をつけて帰れよ。帰り、おばあちゃんもね、お花の帰りなの。どうしたの？なんでもない。ねえ、おばあちゃん家に来ない？おいしいきんぴら作ったのよ、好きでしょ？今日はいい。しますが、あの国際通貨制度改革論という本はそちらにありませんでしょうか？はい、そうですか、わかりました。 ありがとうございます。どう？あった？いや、まだ。あとはさ、俺とマリちゃんでやるから。いや、自分のミスですから。いいから、ここはヒデちゃんとマリちゃんに任せて。早くん、顔色悪いし発作が起きちゃう前に休んだ方が。大丈夫です、自分のミスですから自分でやらないと。
いつもいつも人に頼るわけにはいかないんです。用事だったんじゃないですか。いいのよ、忙しそうだったし。また今度にするわ。あの、どうかなさいました？何かあったんじゃないかなと思って。あなた何か聞いてない？いえ、特には。何？あゆおくんもなんだか少し変で。変？気のせいかもしれませんけど。やっぱり何かあったのかしら、ユージのこととか。もっと私のこと頼ってくれればいいんだけど。ああ、ダメね。またこんなこと。私この話になると同じことばっかり。ミオにもよく言われてたのよ。お母さんはいろいろ心配しすぎだって。もっと長い目で見守っててくれって。先生のお気持ちは愛夫君にも届いてると思います。ただ愛夫君は不器用だから。そうね。匠さんも一生懸命なのよね。ただ今日みたいな有事を見てしまうとね、どうしてもね。お帰りなさい。あ、ただいま。遅くまで大変でしたね。急なお仕事ですか？うん、ちょっとね。今ご飯の準備しますね。あのお腹空いてないんだ。あ、ごめん。いえ、あのゆうじくん、ついさっきまで起きて待ってたんですよ。あ、そう。なんだか辛そうですけど大丈夫ですか？大丈夫だよ。あ、やっぱりこれずいぶん読み込んでるんですね。結構ボロボロ。それ実は君の本なんだ。え？中学の時君はよくその本を読んでた。またそれ読んでんの？そんなに好きなの？メロスのまっすぐなところかな。読んだことある？ない。バカみたいだけど、メロスみたいになりたいなんて思ったりもしたんだ。友達のために走り続けるの。まっすぐに真実を貫こうとしてひどい目に遭ったけどね。ひどい目？何やってんだよ。まっすぐになんだよ。女性との着替えを覗くなんて言語道断だ。僕はやってません。嘘をつけ。まあ、どうだよ。ちゃんと自分の罪を認めて謝罪すれば今回だけは多めに見てやるぞ。やってないものも謝れません。往生際の悪いやつだなお前は。それならしばらく家で反省してろ。明日から謹慎処分だ。
買いました。あ、じゃあ駅前の新しくできたアイスクリーム屋さん行かない？え、できたの？うん、できたんだ。じゃあ一緒に行こう。ね、うん、行こう。いいよ。僕はバカだと思ったよ。君には軽蔑されるし、謹慎処分にはなるし。でも、たくみさんって勇敢だったんですね。昔はね。さあ、風呂入って寝るね。急ぎのお仕事があるんだって。どうしたの？昨日からパパに何か用？なんでもない。ひろしくん、ねえひろしくん、ねえどうして本当のこと言ってくれないの？ひろしくん。こちら岡崎ひろし君のお父さん。昨日は本当にすいませんでした。それでひろし君が言うには、自分が水槽を割ったことにしろと脅されて、断ったら突き飛ばされてしまったと。水槽？お聞きになってらっしゃいませんか？あ、いえ。そんなことも知らないなんて、親として問題があるんじゃないかな。子供のことはきちんと対処してもらえませんか？こんな風に学校に呼び出されるだけでも私の信用に関わるんですよ。すいません、友人にもちゃんと言って聞かせますので。本当に申し訳ありませんでした。どうして水槽のこと黙ってたんだよ。正直に言えば怒ったりしないんだから。友達のせいにしちゃダメだろ。とにかくやっちゃったことはもうしょうがない。だけどこれからはちゃんとすぐにタックに言うんだぞ。ユージ返事は？ユージ、はい。え、本当ですか？あ、はい、すぐ行きます。図書館に行ってくる。え、でも。ごめん、急ぎの仕事なんだ。あ、ユージ、帰ったらまた話そう。機械が顔を出しました。本が見つかったって本当ですか？あれ、悪い勘違いだった。なんかマリちゃんが頼んだ本らしくて、俺全然知らなくて。ごめんなさい。ごめん。
ました。もしもし、ミオ。たくみさん。よかった。あ、ごめん。調べ物してて気づいたら朝になってて。たくみさん、本当に大丈夫ですか？大丈夫。今日はいつも通りの時間に帰るから。じゃあ。ドッジボールしよう。ユージはダメ、ヒロシ君はいじめたから。こレナちゃんも行っていいよ。ユージ君、プリン作ってみたんだけど、美味しいかどうか一緒に食べてみてくれない？いい。そう？そうだ。この間ね、パパから面白い話聞いたの。中学生の時にパパがメロスみたいに。メロスの話はいい。どうして？だって。そんなの嘘の話だ。どこが嘘なの？信じてたってメロスは戻ってこない。本当の世界ではメロスなんて助けになって来てくれないんだもん。誰も信じてくれないんだ。ユージ君、もしかして水槽のこと？水槽を割ったのはユージ君じゃないの？そうなの？ひとし君が。でも僕が割ったって。たっくんは僕がやったと思って、僕なのかって聞いてもくれなかった。たくみさん、どういうことなんだ？学校から電話があった。君の方からまた学校に何か文句でも言ったのか？あのどういうことかちゃんと説明してくれ。
水槽を割ったのはうちの子じゃありません。どういうことだ。もう一度息子さんに話を聞いていただけませんか。うちの息子だっていうのか。いい加減にしろ。じゃあどうしてもっと最初に言わなかったんだ。僕のせいなんです。僕がちゃんと話を聞いてやっていれば。訳のわからないことを言うな。君は一体どれだけ私に迷惑をかければ気が済むんだ。すいません。でも中央の図書館にも知り合いは大勢いる。その気になれば君一人ぐらい何とでもなるんだぞ。さっさと学校に電話してこれ以上無駄な時間を取らせないでくれ。ユージじゃありません。あの子は嘘をつくような子じゃないんです。僕にはもったいないぐらいのいい子なんです。あの子がやってないというなら世界中の誰が疑っても僕はユージを信じます。信じてるんです。これ以上話しても無駄だな。私なりに対処させてもらうよ。信じてくれればいいよ。男と男の約束守ってくれたから僕大丈夫だよ。ヒロシ君、ゆうべお父さんに何もかも話したそうです。ごめんね。うん、いいよ。ボブは黒い気になる。黒いのか。あ、そっか。え、今日はあ、洋服屋さんだ。おい、ユージ。はい、タッチ。お、いいものあげろ。あ、すいません。いいの、いいの。いろいろ悪かったね。いいえ。助かったよ、これ。はい。館長が知り合いの大学教授に聞いてくれたの。そ
最初から聞いてくれればいいのにね。さっくん、一件落着だね。あ、そうだね。はい、できましたよ。おお、やったー。はい、いい匂い。お茶入れてきますね。あ、手伝うよ。あ、すいません。たくみさん。ん？私、もっとたくみさんのこと知りたいと思いました。記憶がない分、これからのたくみさんをもっとちゃんと知ってこうって。昔の私がたくみさんを好きになった気持ち、ちょっとだけ分かったような気がしました。ねえ、これ金魚だよね。え？あ、そうそう。これはね、ゆうじくんとひろしくんがお友達になれたお祝い。これからは何かあったらパパや私にすぐに言ってね。うん、ごめんね。あ、たくみさんも大変な時は言ってくださいね。あ、ごめん。で、約束。家族で隠し事はしない。うん。はい。はい。あれ、なんだこれ。お、あ、あのへさくり。へさくり？おいでの実家のほら、さっきのにね。ごめんなさい。その時私は少しずつ近づいていく家族の心がとても幸せでした。時間が経てば分かり合える。無邪気に信じる私を、あなたはどんな思いで見つめていたのでしょう。6週間後の私の運命を知りながら、あなたはいつも笑顔でいてくれた。いつでもあなたはまっすぐでした。何々を知ったり、何々を知らなかったり、止まったり前に進んだり、後ろに下がったり、自ら転がる時もあれば、手を借りて転がる時もある。カランコロン、また広がる。カラン、この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ドライブイヤドリームズトヨタ。あら、そうなの？携帯は生活のあらゆるシーンへ。ドコモグループやるの？よかった。アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。